第13代総選挙は、第6共和国における大韓民国国会の国会議員を選出するため、1988年4月26日に実施された韓国における総選挙で、1948年5月の初代総選挙から数えて13回目となる選挙である。韓国では、選挙回数を第回ではなく、大と数える。また名称も、総選挙ではなく、 総選と表記するのが一般的である。なお本校では選挙後の政局と参党合同についても少し解説する。新憲法の施行に基づいて行われた総選挙である。16年ぶりに国民の直接選挙によって行われた前年12月の第13代大統領選挙でロタイグ候補を勝利させた与党民主正義党に対し、 両金間の候補一本化が失敗し、二つに分裂して大統領選挙に挑んで敗れた野党は、斎藤合交渉の失敗により分裂したママソ選挙に挑むことになった。そこに、金正筆の新民主共和党も加わり、大統領選挙の時と同様に再び四党による激しい選挙戦が展開された。選挙の結果、与党民政党は過半数を下回って敗北。 平民党を中心とする野党が多数派を占める結果となった。1988年3月17日に交付、施行された新国会議員選挙法に基づいて行われた。改正選挙法の特徴は、一中選挙区中心の制度から小選挙区中心の制度に改められた。2地域区の議席比率の増加。三全国区における第一党へのボーナス議席の減少。 などで、地域区の結果がそのまま、各党の選挙結果を大きく左右するようになったと、言える。有権者は、地域区の候補者のみに投票地域区で、最多議席を得た政党に、全国区の半分に当たる38議席を配分。残りの議席を、地域区で5議席以上得た政党に、議席数に応じて、ヘアー式で配分していく。少数政党への配慮措置として、 地域区において5議席未満でも合計得票数が3%を超える場合は、全国区の1議席を配分する前回と同様、地域区で1議席も獲得できず、得票率が2%未満だった政党は、政党資格を失う与党の民主正義党は、第1党の座は確保したものの、過半数を大幅に下回る議席に止まり、 韓国憲政史上初めて与党が野党の総議席数を下回る予想や大の状態となった。野党は平和民主党が得票率で民政党と統一民主党に次ぐ3番目の得票率にもかかわらず全羅道とソウル市で効率的に当選者を出したことが功を奏し議席数で民主党を上回る第2党に躍り出た。民主党は得票率では民政党に次ぐ 第2党になったが、議席数では、第3党の地位に甘んじる結果となった。また、金賞筆が率いる、新民主共和党は、彼の出身地である中世南道で、広い支持を集め、院内交渉団体を形成するために必要な20、議席を上回る議席を得ることができた。前年の大統領選挙において、騎グループ、高単グループ、独行に分裂した、財や運動勢力は、 騎士グループが平民党に入党。交換グループの主要部分は、ハンギョレ民主党を結成。独行グループは、民衆の党を結成して、今回の選挙に挑んだ。選挙の結果、在野から平民党や民主党に入党した、文、あずま勘、僕栄祝、蝶登章、ジョ高下元、両政、優、僕祖父、力地碇、李想主、金英陣、丁幸ち広し、理解、 3. 強信玉、ロブゲン、リヒトシズミが当選、議会進出した。しかし、一方で、ハンギョレ民主党や民衆の党は、実質的に当選者を出すことができず、現実政治の壁の厚さを痛感させる結果となった。どの党も過半数を確保できず、多党制の状況が出現したが、前年の大統領選挙で表面化した、地域主義が大きく影響したものであった。 全国各地の人たちが在住するソウル以外では、平民党が、甲州市を含む全羅道で37議席中36議席を獲得しほぼ独占するなど、各党がそれぞれ本拠地としている地域で圧倒的強さを示した。また平民党は地盤である、全羅道及び首都圏以外で議席を獲得できず、得票率でも首都圏と全羅道以外では10%を下回るなど、 軽症道や中西道地域住民の反全な道感情がくっきりと現れる結果になった。民主正義党、平和民主党、統一民主党、新民主共和党、反漁レ民主党、無所属補欠選挙繰り上げ党戦争選挙の結果、与党が過半数を確保できず、野党が多数を占めたことで、議員活動が活発化して、政局の緊張感が高まった。野党各党は、 1988年6月、ご強制事件力経営比理調査特異構成決議案を採択し、決議に基づいて韓国憲政史上初の国政調査権が発動され、同年11月にご強比理問題と公衆民主化運動、そして言論問題の国会聴聞会が、それぞれ5回ずつ開催され、政財界有力者が多数召喚され、聴聞会の様子が、 テレビで生中継された。この聴聞会で、ロブゲンは証拠に基づく冷静沈着な証人新問により、広くその名が国民に知られることとなった。この一連の聴聞会で五教時代の不正が明らかになり、全都館は不正蓄財で国民への謝罪を余儀なくされ、関門度の山寺で陰遁生活を強いられることとなった。しかし、非協力的立場を取る与党や、 承認の不誠実な態度、真相究明の不徹底から国民はだんだん失望感を持つようになり、聴聞会の熱気も冷めてきた。それを見計らって政権側は強硬姿勢に転じ、野党間の協調体制を崩して、うやむやのうちに幕引きがされてしまった。国会において野党が多数を占める予想野大の状況打破のために、 与党勢力は1990年の1月11日から13日にかけて統一民主党の金四三総裁、平和民主党の金大中総裁、新民主共和党の金消失総裁と個別に聖華台で党首会談を行って、政界再編についての議論を行った後で、与党民主正義党と野党で保守系の統一民主党、及び新民主共和党による三党統合について合意し、 民主自由党を発足させることになった。1990年2月9日に合わせ党大会を開催、綱領として成熟した民主政治の具現持続的な経済、成長共同体社会の構築教育の自立性と、機械均等の保障、民族文化の発展平和的民主統一と、自主的外交努力以上の5点を採択した。そして5月9日に、 全党大会を開催し、党総裁に、ロタイグを、金ヨンサムを、代表最高委員に選出した。民事党の発足により、議席が200を超える、巨大与党が誕生し、予想や大の政局に終止符を打つこととなった。民事党の発足について、平民党や在野勢力は、国民の意見を無視した一種の政治的クーデターだと、非難する意思を示した。 統一民主党の中で3党合同に反対した、力キタクやロブゲンラのグループは、民主党を1990年2月27日に、結成発起人大会、そして6月17日の結成大会を経て、発足させ、平民党から透明を改めた、新民主連合党と1991年9月に、統合した。西平茂、げ各国の選挙から変遷と、現状墨拓者、 516ページ選挙人数と相当票者数、有効票数は韓国中央選挙管理委員会の歴代選挙情報システムより引用。春木組、現代韓国と女性新幹社、158ページ、173ページ。選挙直後に平民党に入党した。ありがとうございます。